はい、皆さんこんにちは、わなりげるゆうしです。今回はですね、戦国バサラ真田池村での第5章、小田原の駅白木再開をやっていきたいと思います。では早速始めていきましょう。第5章、小田原の駅白木再開。戦国乱世が生んだ不正室の傑物、豊臣秀吉。信長亡き後、絶大な歯の力で諸大名を屈従させ台頭。果ては日の本を支配する覇王として絶大な権勢を誇るに至る。後継ぎたる信行の失本というお家の痛恨事に見舞われた真田家は、激動の世を生き延びるために豊臣へ服属。人質として大阪へと赴いた幸村は、天下のすべてを手中に収めんとする秀吉に付き従い、関東での北条攻めに参陣する。そして難攻不落を謳われた居城小田原城もやがては落ち、豊臣秀吉による天下統一の破業がなされる。誰もがそう確信する中、その絶対的な歯に抗わんとする一匹の青き龍が、戦雲吹きすさぶ戦場に颯爽と舞い降りた。はい、というわけで見ていただきました。実はですね、この小田原の駅白木再開、一度プレイしたんですけども、最後のボスがですね、秀吉になっていて、その秀吉が結構強くてですね、さっきはゲームオーバーになりましたので、これ実は2回目になります。なので、レベルもね、実は最初スタート時点は15だったんですが、20まで型のレベルを上げてます。これでちょっとやっていきましょう。装束は伊達じゃねえ。待ってな秀吉、俺の覚悟あんたに刻むぜ。武神ゲージをできるだけ、武神レベルかを上げて、この秀吉戦に入っていきたいというのがあるんで、ちょっとね、退屈されてしまうかもしれないんですが、雑魚敵もある程度一掃していきます。勘違いすんじゃねえ、こいつは秀吉のために今から使うのは、この大人になった正宗のバサラ技です。やかれてんな、白木龍のイカれた覚悟に俺を赤く染めてみろ。あんたは確かに強い。あの魔王にも匹敵するほどにだ。そいつは認めてやる。だが気がねえな。誰に断ってこっちで好き勝手してやがる。もう天下取った気にいやがるってか。奥州筆頭の俺なんざ眼中にねえってか。気に入らねえ、気に入らねえな。だけ頭に来たのは初めてだぜ。思い知らせてやるぜ秀吉。天下はてめえのもんにはならない。絶対にな。天下はこの独眼竜伊達政宗がいただく。俺のもんに汚ねえ手でくれたんだ。相応の覚悟はできてるよな、モンキーか。天下上等、今の俺に近づくんじゃねえ。死にたくなけりゃな。
今武神ゲージが3まで上がってきましたね。なんとか6まで上げときたいんですよね。ここで後藤又兵衛が出てきます。首だ、手柄だ。ごきげんよう、伊達まさむね。そしてさようなら。俺様の立身出世のために死んでくださいよ。見ねえ顔だな。誰だあんた。お前、俺様のこと知らないの？ほら、本兵衛さんの次に賢くて強い兵衛だよ。竹中の次だ。そりゃ豊臣の二兵衛のことか。ってことはな、あんたがあの黒田官兵衛か。誰がアホかんだ。あれと一緒にせんだ。殺しますよ。お前マカベだ。豊臣の右腕竹中半兵衛さんと次のなし並び立つ未来の左腕後藤マカベ様だ。おっ、左腕っていや石田三成だろうが、あんたさっきから俺をおちょくってんのか。だから未来の又兵衛は体力ゲージを持ってるが、未来のお前をめった雑誌にしてちょんぐってバラバラにバラして出世すんだよ。うわーか。でもな、何兵衛さんよ、あんた出世は諦めるしかなさそうだぜ。はい、そりゃそうだろう。秀吉は俺がぶっ潰す。これからいなくなる奴の元でどうやって出世するつもりだ。あのさ、何調子こいちゃってんですか。お前本当もう死ねよ。死ね。悪いな、俺も三下の相手をしてる暇はねえんだ。俺を赤く染めてみろ。俺様の名を顔をよく覚えとけ。だってまさむねえ。この後は利休と戦います。この利休との戦いが差しなんですよね。この出会いも一期一会、もてなしましょう。
心より。俺流にな。ティータイムだ。あんたふざけてんのかイカれてんのかどっちだ。さて両方かもな。詫びか詐欺か好きな方を注文しなよ。さっさとよ。豊臣にもクレイジーな奴がいたもんだ。なんてな。お前にも詫びつけにも選ばせやしねえ。俺の好きなように暴れるさ。よせサビスケ、僕はこのお方と話がしたいんだ。ああ好きにしな詫びつけ、だが体は使わせてもらうぜ。せいぜいこいつが死なねえうちに話し終わるこった。やれやれ、随分と荒っぽいな。こいつが天下一品の茶道とは恐れ入ったぜ。お聞かせください。あなたは本気で秀吉様を討つおつもりなのですか。俺が冗談に見えんのか。本気も本気。俺はちょっと次の秀吉戦のためにマサラゲージは溜めたまま終わりにしたいので、このままハメ気味ですか。ご存じないのですね。秀吉様は世の方を治めた後、外国にまで侵攻し支配しようと考えているのです。そしてあのお方の歯の力はそれが可能なほどまでに膨れ上がっている。俺が茶を立ててやってんだから当然だろうが。そのような強大な敵にあなたは本当に勝てると思っているのですか。ナンセンスだぜ。やったか。結果なんかどうだっていい。肝心なのは俺が今どうしたいかってことだ。そしてその通りに動けるか。そいつなかなか強いですよね。俺自身が信じてやれるかだ。ちょっとここで体力を回復しておきましょう。信じる。無茶だろうが無謀だろうが関係ねえ。俺が俺であるために俺は俺を信じるぜ。まったく、よく吠えるワンコだな。何も知らねえってのは哀れを通り越して滑稽だぜ。詫びもサビもあったもんじゃねえな。おい。でこの後は一旦雪村の方に変わります。詫びつけ、お前俺を抑え込むんじゃねえぞ。サビスケ、僕を信じてみるよ。二重人格なんですよね。このお方をサビスケとワビスケ、秀吉様の元へ。ワビサビの。でここから雪村になります。爪のような跡が3本。これはまさか。そう、君と因縁浅からぬ。これが竹中半兵衛、ね、かつてのボンテン丸君だ。半兵衛殿、聞いてくれ雪村君。彼は死を覚悟して秀吉に挑むつもりのようだ。なんと、あのボンテン丸殿が、政宗殿が今この地に。そう、しかし君が知るかつての彼、政宗君がどれほどの強者であっても秀吉にかなうはずがない。そうだろう。政宗殿ならばきっと、いや死なせてはならぬ。我が命の恩人でありライバルでもあるあの巨人を。そう、僕からも頼むよ雪村君。彼とはお互い話し合いで分かり合えると思うんだ。君も彼には死んでほしくないだろ。男と男の約束を果たさぬうちにね。な、半兵衛殿、なぜそれを。悪いね。敵も味方も今も昔も全てを徹底的に調べ上げる、それが僕の役目の一つさ。君と政宗君、伝丸と梵天丸は幼き日に出会い、刃と共に友情を通わされた。いかにもあの熱く燃える感覚、今もなお忘れえん。ここは
僕ら豊臣の言葉には耳を貸さないとしても15君の言葉ならきっと彼に届くんじゃないかな。動き回る敵はね、この回転系の技が君が彼を説得してくれるなら僕は秀吉と話してみよう。きっと穏便にことを収めてくれるはずだ。承知いたした。かたじけない半兵衛殿。ここで片倉小十郎と戦うことになります。竜の右目に焼き付いた覚悟の十字、あの背中を守るのが俺の覚悟だ。奥州筆頭伊達政宗が側近、片倉小十郎参る。片倉小十郎殿、まさかあの時に本天丸殿が言っていたうるさき男。一言多いようだが聞き逃してやる。てめえ何者だ。それがしは真田幸村と申す者。政宗殿には幼き日にこの命を救っていただきましてござる。何、真田だと。覚えてるぞ。逃げ出した梵天を捕まえた時確かそんな名を言ってたな。てめえがその時の伝丸と言ったか。いかんよ、伝丸がこれがしの妖名でござる。梵天丸殿からバサラ技の一人に与えるダメージ量は雪村の方が圧倒的に強いですね。片倉殿、ここまでにござる。てめえの覚悟が俺を超えたか。ならば行け、政宗様を頼む。で、ここなんですよ、問題が。半兵衛様、どうか私にこの卑怯なる賊名を即刻斬滅する許可を。うん、許可する。だが殺すでないぞ。でここは三成と秀吉2人を老人の相手にする形になりますね。俺を奥州筆頭独眼竜をやめんじゃねえ。怒りかくだらん。そのようなものに突き動かされ、貴様は自ら滅ぶのか。滅ぶのはあんただぜ秀吉。この俺を甘く見たことを地獄で後悔するんだな。我を前にしても力の差が分からぬと。未熟、あまりに未熟。先が見えておらぬ男よ。秀吉、ほどほどに頼むよ。彼は生き餌だ。獲物がかかる前に死なれては困る。案ずるな、半兵衛。殺しはせぬ。殺
この者は路傍の石、悪しき出しこそすれ砕く価値などなし。そう卑下してやらないでくれ秀吉。彼は君から学ぶためにここまで来たんだ。どうあがいても覆すことのできない状況に、絶対的な力の差が確かに存在するということ。秀吉を一回、三成を一回竜城を出しましたね。さっきからごちゃごちゃとうるせえぞ。これが生き得たぞ。上等だ。何を釣り上げるつもりかは知らねえが、竜を生きたまま餌にしようなんざ大した盛況だ。死ぬ気で暴れ回って食らいついてやれ。獲物もあんたらも境なくな。やだやだ、少々息が良すぎるようだね。三成君、しつけを頼んで構わないかな。はっ、お任せください官兵衛様。恐れ多くも秀吉様に歯向かった挙句、半兵衛様にまで聞くに耐え難き雑言をあめき散らすなど、百度いや千度斬滅しても飽き足らぬ。断じしろ、殺してくれと泣き叫び懇願するまで数限りなく切り刻む。嬉しいね。やっと分かり合いそうなやつラッとなりますね。なるほど。正宗君、君は梵天丸の頃からあまり変わってはいないようだね。実に面白い。連丸だった雪村君もあの頃のままだ。早く会いたいだろう正宗君。よし、遅かったね、雪村君。半兵衛殿、貴殿は、それがしに、政宗殿を助けよと。つまりはこういうことさ。真田が豊臣へ従うと誓うのなら、彼の命は救われる。拒むなら、彼は死ぬ。単純明快だろ？バカな！それが君の回答かな。残念だよ。待たれよ。約束だ。男と男のな。男と男の約束にござる。誓う。聞こえないな。はっきりと頼むよ。約束する。真田は豊臣に従う。約束は絶対に守る。はい、というところで、小田原の駅しろき再開ご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。レベルを上げて挑んだらね、思いのほかあっさりクリアすることができました。はい、というところでですね、次回は第6章第2次上田合戦関ヶ原への道をお届けしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。